い、知床半島って結構滝が多いところなんですよね。クレペの滝ですとか、また越越の滝ですとか、まあ、いくつも滝があって、でそしてその中でも、まあ、小さくて可愛らしい滝がそこの三段の滝ではないかなと思います。正面に橋が見えてまいりましたが、こちら三重橋という橋のところから左側のこう斜面、ちょっとご覧いただきます。高い位置のところに、あとは木の間が散らい。そして2段、3段目は、まあ、大変見やすいかなと思います。三段の滝ということで、皆様にご覧いただきました。さて、まあ、そんな三段の滝をですね、越えてまいりまして、この先のところは、正面空港、新越岬。まあ、そこにトンネルがあるんですが、越越の滝なんでですね、滝の方が登場していくよというところ。